司法書士の重森です。天王寺、上本町、玉造で司法書士をやっております。皆さんは遺言書を書いたことがありますか？今、遺言書を書く方が増えております。しかし、自分で書いてタンスにしまっておいては効力がないかもしれません。なぜなら、書き方が法律で決まっているからです。その法律で決まった書き方というのが難しい、わからないという場合には、しっかり書けてない場合があります。また、タンスなどにしまっておくと、見つけてもらえない可能性もあります。もし万が一の時に遺言書が出てこなければ、書いてないのと同じことになります。なので、もし自分で遺言書を書いている方は、一度専門家にご相談ください。司法書士の重森でした。